皆さんはレジェンドたちのセリフ覚えていますか？まずはラブラブカップルのブラハとヒューズ、2人の関係からです。今ではこの2人気持ちが悪いくらいラブラブということは誰もが気づいていると思います。一応軽く今のこの2人の掛け合いを聞いてください。お主まで失うわけにはいかない。私を愛する人よ。お前との約束は守りやすいな。ウォルター、そんなことを言うと顔が赤くなる。続けていいぞ。どこにも行かせはしないぞ。私のウォルター。前との約束は守りやすいな。ウォルター、そんなことを言うと顔が赤くなる。続けていいぞ。いや、チンチンに暑いですね。北極に連れてったら氷が溶けてしまうくらい暑いです。ではこの2人が出会った初期はどうだったのか、皆さん覚えていますか？ヒューズはシーズン8で追加され、追加された時のトレーラーを見るとヒューズがガソージの尻をサワサワして、次にブラハの尻も行こうとしますが銃を向けられています。今見ると女性の尻を触ろうとしているヒューズがヤバいやつに見えますが、当時はまだブラハが女性という確証がなく、ブラハが馴れ合いを嫌っているように見えました。では当時の2人の掛け合いです。私はお主を信じている。今もそれは変わらない。そんなに俺のことが好きか？ありがたいよ。お前の生存は互いのためになる。礼はいらない。親友が簡単にいなくなってもらっちゃ、困るぜ。次は失敗しない。トレーラーと違って意外と仲がいいことがわかります。ヒューズはブラハのことを親友と言っているが、ブラハはヒューズのことを信じてはいるが、友達というかチームメイトという感じです。親友ではありませんね。多分ですがブラハは友達と思えるにはかなり高いハードルを設定していると思います。逆にヒューズは一度でも会話したらマイメンみたいな、友達のハードルはかなり低い感じがします。陽キャは確実にヒューズです。ではシーズン9ではどのくらい進展したのでしょうか。聞いてみましょう。立て、そなたにはなすべきことが多い。ありがとよ。まだ一杯分借りがあるが、もう一杯増えちまったな。我々は同志だ。気にするな。死に急ぐな、ウォルター・フィッツロイ。おお、ブラハ、いつもかたじけねえな。ありがとよ。強く、正しくあれ。まだバルハラに行く時間じゃないぞ、ブラハ。刃に神々の導きがあらんことを。いや、グレネードにか。礼がしたいなら後で一杯おごってくれよな。おいおい、斧の使い方を教えてくれるって約束しただろ。おれ、起きな。刃に神々の導きがあらんことを。いや、グレネードにか。お、あんちゃん分かってるね。今度飲みに行こうぜ。まだまだ進展はありませんね。ヒューズはブラハのことをまだ親友と呼んでいるし、ブラハはヒューズのことをフルネームで呼んでいる。この時はまだこの2人がくっつくなんて想像できませんでした。ではシーズン10はどうなったのでしょうか。このシーズンで少しイベントがありました。シーズン10ではワールズエッジにマップ改変が起きました。新しい建物が建設され、マグマなどが地表に出てきました。これはハモンドが採掘を進めすぎた結果、マグマなどが地表に出てきてしまったという設定になっています。ワールズエッジはもう限界に達しているらしく、全てハモンドが悪いのですが、ブラハはハモンドを止められなかった自分が悪いと思い込みます。その時の掛け合いがあります。ウォルター・フィッツロイ、お前を地に這わせた私を許してくれ。何言ってんだブラハ。お前はいつでも頼りになる親友だぞ。私は大丈夫だ、フィッツロイ。ウォルター・フィッツロイ、お前を地に這わせた私を許してくれ。俺は大丈夫だが、お前はどうだ。タラスの話なら、このヒューズがいつでも相談に乗るぜ。大丈夫だ。私に構うな、フィッツロイ。起きろ、ブラ。もう大丈夫だ。ウォルター、惑星を破壊した者のために命をかけるな。おいおい、バカ言うな。大丈夫だ。なんとか方法を考える。まだ主神にご謁見するのは早いんじゃないか、ブラハ。私のせいで、私の人々は苦しんだ。お前の優しさには値しない。なあ、ブラハ。お前はもう一人じゃないんだ。荷が重いと感じた時はいつでも手を貸すぜ。若干ブラハが鬱になりかけています。全てをマイナスに考えてしまっている感じがします。多分ですがベッドに入ったらマイナスのことを考え眠りにつけない、そんな感じだと思います。そこにヒューズが男らしく声をかけています。こんなの惚れてまうやろ。この時全ての人間がヒューズに惚れてたと思います。そしてシーズン10ではブラハの白いカラスイベントがありました。このイベントをこなすとブラハが自分の亡霊に立ち向かい、心も強くなりました。イベントだけ見るとブラハが一人で自分を取り戻したかのように見えますが、実はヒューズはブラハを心配して手紙を送っていたそうです。その結果ヒューズとの掛け合いも変化しています。礼を言う、ウォルター・フィッツロイ。
いつもその友情に感謝している。礼には及ばないさ。いつでもこのヒューズに頼ってくれ。礼を言う。ウォルター・フィッツロイ、お前は私に素晴らしいものをくれた。友情という名の賜物を。いいってことよ。後でお前の獲物をうちに持ってきてバーベキューでもするか。ありがてよ、ブレハ。お前さて嬉しそうな顔してるだろう。心が軽くなった気がする。まるで大きな重りから解放されたように。礼を言うぞ。嬉しそうじゃないか。なブラハだろだろだろ。私は新たな活力を持って狩りをしている。ウォルター・フィッツロイ、気づいてくれたことに感謝する。さらに仲良くなった感じがします。これはもうどちらもお互いのことを親友だと思っているはずです。ではシーズン12、マギーが追加されたシーズンです。どうなったのか聞いてみましょう。礼を言う。親友が戻ってきてさぞかし喜んでいるだろう。俺を殺そうとした時にマギーは死んだ。お前は昔のあいつと比べても最高の相棒だ。礼を言うぞ、ウォルター。お主はマギーが生きていて嬉しいか。心配すんな。俺はマギーのケツは叩かねえ。お前は撃つだけかもしれねえが、あいつは殺すからな。ありがとな、ブロハ。マギーが厄介だったら言ってくれ。あいつのくだらねえ悪巧みにはうんざりだ。私はマギーを恐れない。彼女のような人間なら見てきた。赤々と燃え、すぐに燃え尽きる。ありがとな、ブラハ。マギーのことなら心配するな。俺はあいつの言いなりにはならねえよ。感謝するぞ、ウォルター。お主は私にとって大事な友人だ。なんかブラハが魔法少女に嫉妬している感じも見せましたが、さすがヒューズです。今はマギーよりもブラハの方が最高の相棒と言っていたので、ブラハは絶対安心しています。ヒューズこいつ持ってますね、絶対。そう感じます。まさかエーペックスで、しかもヒューズに恋愛を学ぶことになるとは思いもしなかったです。ただまだブラハはヒューズに対して友情と言ってるので、友達と思っている感じがします。それか照れ隠しか、なんか今のハットリとカズハを見ている感じがしてとてももどかしいです。それではシーズン14まで飛びます。ここで一気に関係が進展します。ウォルター、いや、そのウォーリー、それをいただこう。そう言われると嬉しいぜ。これは狩りに役立つ。私のことを思っていてくれたこと。礼を言うぞ、ウォーリー。礼はいらねえぜ。俺いつでも頼ってくれ。ウォーリー、立つんだ。ウォーリーか。私はあだ名というものに慣れていない。忘れてくれ。ウォーリーよ、恐れるな。私はここにいる。そう呼んでくれると嬉しいな、ブラハ。今のは忘れてくれ。狩りに戻ろう。いつもありがとうよ。お前っていつだって俺が欲しいものがわかるよね。それを見てお主の顔が思い浮かんだのだ、ウォルター・フィッツロイ。ほら起きな。可愛いやつはほっとけなくてな。ウォルター、今は冗談を言っている場合ではないぞ。冗談じゃないかもしれねえぜ。青春かな、50代と40代の少し遅れた青春かな。いや悪くないですね。急にブラハがあだ名で呼んでいるので、いつこんな仲になったのかとても気になります。夏休み明けに知らない間に、あれ、あいつら仲良くねとなっていたあの感じがします。シーズン14のイベントの後も会話に変化が起きました。まだ俺のことを思ってるのか。その贈り物を受け取れ、フィッツロイ。深い意味はないぞ、フィッツロイ。これとお主の忍耐力に祝福を。待つのは構わないぞ、ブラハ。大丈夫か、あいつが言ったこと。俺たちのこと。ウォルター・フィッツロイ、今はその時ではない。バカな男だ。爆弾を扱ってるのにタイミングもわからねえなんてバカだよな。後で話すか。俺たちについてだ。お主もあの若い狩人もタイミングというものを理解していない。あ、いや、あ、そうだな、タイミングを見てだな。なんかヒューズが何か言いたそうにしていますが、ブラハがそれをあしらっている。いや、ブラハはそのことを聞きたくない感じがします。ただここは戦場。ヒューズがブラハのことしか考えられなくなっているような気がします。これかなり危険ですね。この時ヒューズを選んでいたプレイヤーはかなり慎重にヒューズを扱っていたと思います。そしてついに公式がツイッターでとある映像を公開しました。この映像を簡単に説明すると、狩りに出ながら話そうぜ、なぜ俺をそんなに避けるんだ、怖いんだ、愛という感情が怖いんだ、俺はお前を受け入れるしどこにも行かないぜ、ブチューッ
という感じですね。このことをきっかけにこの2人は戦場でも意味深な言葉を言い合うようになってしまいました。それがこのセリフです。オンに切るぞ、ウォルダー。お金はきっちり返してもらうぜ、ブラちゃん。お、感謝のキスをやるぜ。こっち来い。狩りの対象になっているうちはダメだ。我がウォルダーよ。アークスターを発見。ブラちゃん、ありがとうの尻叩きが必要だな。今はダメだ。だが近いうちにな。本当にやめてもらいたいですね。続いてはレブナントと老婆の関係です。この2人は犬猿の仲というのは皆さんすでにご存知かと思います。では2人がゲーム内で最初に会話したセリフ、シーズン5の時の2人のセリフ覚えていますか？聞いてみましょう。このまま死んでほしいけど火力が必要なの。後で私が仕留めてあげるわ。死ぬのは後にして、今すぐ火力が必要なの。なんか怖くないですか？これは老婆がレブナントを蘇生している時のセリフなんですが、もし自分がレブナントを使っていたら恐怖で起こされてからもう身動きが取れなくなると思います。もう野良でやりたくない、そう思わされていました。では次に老婆に起こされたレブナントの開始です。助けてくれたのか、気をつけろ小娘、噂になる。おお、礼を言おう。ところでいつになったら殺してくれるんだ。お前に命を助けられるのはもう飽きた。これは友達になったってことか。レブナントはこの時から老婆に対して冗談を言っていました。老婆からしたら両親を殺害した奴に友達になったのかと言われているので怒りはマックスです。これじゃあチャンピオン取った後にラブメッセージが来たとしてもレブナントは何も言い返せません。では逆に老婆をレブナントが蘇生したらどうなるのか。両親の仇に助けられ、笑える状況じゃないか。私に触らないで。面白い話じゃないか。お前の両親が生きてこれを見られないのは残念だ。もう一度言ってみなさい。承知しないから。殺されれば私を避けられるとでも思ったか。残念だったな。人助けをしてもヘドが出る顔ね。ふざけるな。死ぬのは私の方が先だ。ああ、ずいぶん優しくなったじゃない。憎まれ口が過ぎます。レブナント好きだけど嫌なことを言っちゃう小学生みたい。いや、それよりもひどい感じがします。まあ老婆は呆れて適当に返していますね。では今の2人はどうなっているでしょうか。3年も経過しているので何かしら変わっていると思います。あ、何よ、もう痛いわね。ダウンさせられたわ。もう限界のようだな。私ならいつでも話に乗るぞ。あんたが死ぬところを見るのはいつでも快感だわ。お前の彼女のようにもう少しリラックスすれば長生きできるかもな。もう限界のようだな。私ならいつでも話に乗るぞ。私が生きてる限りあんたは苦しみ続けるわ。なんだ、つまらないな。お前の彼女の方が楽しいぞ。起きろ。助けろ。お前が私に優しさを見せるとは。もうすぐ死ぬのか。ジェイミーを傷つけた奴は許さない。地獄の果てまで探してやる。ダウンした。起きろ悪魔。優しいな、老婆。お前の親やジェイミーも誇りに思うだろうな。私の愛する人たちを傷つける奴は許さない。憎まれ口に磨きがかかりましたね。3年間でそこが仕上がってきてるとは思いませんでした。この2人の関係はシーズン5の時と変わって間に恋仲のバルキリーが加わっているのでそこもまた面白い感じになっています。今後もこの2人、いやこの3人からは目が離せません。一押しの関係です。続いては皆さんにお聞きします。プレデターに到達したことありますか？上位750人ですので到達していない方の方が多いと思います。ではその上位750人しか聞けないセリフがあるのをご存知ですか？こちらです。エイペックスプレデターに到達。神々の言葉は正しかった。エイペックスプレデターになった。エイペックスプレデターになれて誇らしいよ。エイペックスプレデター、頂点に達した。エイペックスに到達。これより上はあるのかしら。
これはプレデターに到達した時に聞けるセリフです。その試合で使用していたキャラが喋るようになっています。皆さんもこのセリフが聞けるように日々頑張ってください。まあ僕は一生聞くことができないセリフだと思いますけど、といった感じで昔のレジェンドたちのセリフでした。 APEX は昔から徐々にいろんなストーリーが展開されているので、まだまだ楽しみが多いですけど、バグとかチートとかそこら辺の対策ももっと展開してくれれば嬉しいんですけどね。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。